よろしいでしょうか。はい、ではいい男に見える、こんばんは。はい、はい、店長です。ごめんなさい、ちょっと自分の都合でジンさんに順番変えてもらってすみませんでした。はい、品川さんの縛り企画、実はですね、僕、3年前の、11月だったかな、琉球民ゆか縛りっていうのに初めて参加させてもらいまして、品川さん今日で通算10回目の出場10回連続記念すべきでしょ。スタンプ事故で何かもらえる、はい、これで殿堂入りもう本当その3年前の時がそれこそ30年ぶりぐらいのステージだったので、ガクガクにこの増えてた覚えがあるんですけど、それをきっかけにいろんなところで歌わせてもらうようになりました。品川さんには本当に感謝しています。ということで10回目はなんと歌謡曲縛りということで、僕にとっての歌謡曲といえばもうこれしかないですね。昭和の、アイドル歌謡品川さんも多分そっちの方が大好きだと思うんですけど、僕が中学高校ぐらいにいろんなアイドル歌手が好きになったんですけど、もう僕の応援する人っていうのはあんまりメジャーにはならずに、いわゆる B 級アイドルっていうのを今日やる曲知ってる人いるかどうかちょっとよくわかんないんですけど、まず1曲目はですね、ちょっと大場久美子さん、シングルもあるんですけど、ね、これね、コメントさん、キラキラ星あげるって言われました。どっから見ると、坂木原急に見えるんだ。私の大場久美子と違うな。はい、コメントさんっていう、ドラマがあったんですけど、昭和53年から52年昔にやってるんですけど、知ってる人いますか？前の方が知ってる。前の。ここの絵。そっちの方が知ってる。今こう。それも記憶にあるんですけど、やっぱ僕の世代はジャストミートはこの人なんで。ってことで、松井さんよろしくお願いしますね。は？最初みんなありますよね。え？ごめん、それは覚えてない。え？だから、何ちゃんと押さえない。ちょっと歌うんだよ。はい、せーの。コメントさーん。はーい。最低だ。ごめん、もう一回やってもらっていい？あ、もう一回やってもらっていい？じゃあもう一回やってもらっていい？せーの。コメントさーん。そんな漫画祭りではね、8代も祭りしたんですけど、ここで彦左衛門でやるのはちょっとマスターに狙われそうで、じゃあ、時間がないでやります。心で
星をあげるあなたに微笑むわ。よそ見なんかしちゃいけない、1年の時にですね、突如あの歌手引退宣言をしてしまいまして、で今女優さんですよね、いろいろ